感情を作り出す仕組みを人はそれを心と呼んだ。何か思い何かを抱く人のここに心などないのに。隠したことこぼしたこと、そんなものに胸が痛むんだ。なのにここを埋めるものを孤立もせずに求めているんだ。雨の音、雲を打つ音、時計の針が進んだ音、人の目が聞こえる声が今全部が僕を刺すんだ。バカ感情パーティーゲラドアのバレリー、どこにも宿にもなるゆえにアートサスレと望むのはエンドロール。この身を心奪うほどのラディカを覚めぬ夢を見せてくれよ。無価値とするか、デイなものもそれも同じ。それじゃつまり人は皆無価値だな。解放したてないんだ、心を放らないんだ。愛憎なんかも全部勘違いなんだよ。そう成長の肝だ、心を放らないんだ。それじゃこれをなんだ、なぜここが痛いんだろう。Yeah.